さんと前を見て、そのリバウンド後悔。さあ残り時間、ボールは高々と上げて、イバブザー88対70、東海大学専修大学を破って5年ぶり5回目の優勝を果たしました。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。どんな試合でしたか？まあ、序盤から、まあ、東海のアイデンティティであるディフェンスからリバウンド、まあ、そこからブレイクっていう形が出せたので、まあ、非常に、まあ、気持ちも入ってたところもあると思うんですけど、まあ、序盤から東海のリズムで試合を進められて、まあ、良かったと思います。八村優勝おめでとうございます。ありがとうございます。同じ1年生の八村選手や佐渡原選手も今日は活躍されていましたが、いかがですか？まあ、まだ入って2、3、4年生に比べたら僕たちはまだまだキャリアが少ないんですけど、やっぱりその中でチーム のオフェンスやディフェンスっていうのをこう遂行できたことが、まあ、今日 の試合だったり、まあ、これまでの結果につながってきたと思うので、やってきてよかったなっていうか、1年生でここまでできてよかったなっていうふうに思います。自分たちからしっかり信頼を勝ち取ってるなっていうイメージで、まあ、しっかり試合でも、まあ、いいプレーするしっていう感じで、まあ、後輩としてもすごい選手だなと思います。バスケットライブ